食欲の秋本番。秋は美味しいものがたくさん取れる季節なんだよね。秋、秋、ふわふわ、秋、秋、ふわふわ、くりくりちゃんま、くりくりちゃんま、イエーイ、ごはん。イエーイ、もしかしてこれ秋の味覚ダンス？そうです。くりくりさんま、くりくりさんま、くりくりさんま可愛かった。みんな使ってね。はい、9月29日火曜日おはさスーパーライブ、今日も元気に、せーの。おーはー。今日はですね、はい、皆さんに秋の味覚を用意したんですけど、ね、どれが一番好きですか、ね、磯部ちゃんは。私どれも好きなんですけど、やっぱり梨が一番好き。かぶっちゃった。山ちゃんも梨大好き。山ちゃんの地元で梨作ってんのよ、うん、でも柿も好きだし、さつまいもも、どれもこれも。小春ちゃんはどれが好きなの一番？小春は、柿。あ、柿、はい、あ、好きなんだ柿。柿大好きなんですよ、さこちゃん。じゃあこれでボケてください。いきなりボケてる。柿で頑張れ頑張れ。柿をいっぱい柿集めちゃおう。おお、はい、この後は秋の味覚を作った美味しい朝ごはんを作っちゃいます。ちょっと小春ちゃんスルーしないでくださいよ。自分で振ったんだから。じゃあ小春ちゃんも、はい、負けます。マジ？小春ちゃんもどうぞ。これ時間ないよ。はい、柿で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。撃っちゃった撃っちゃった。じゃあ、はい、じゃあかきくき、わー、もう最悪。ゲベ映画面白すぎてごめんなさい。はい、はい、マニアさんありがとうございます。さあ、はい、今日もちゃんと早起きして朝ごはん食べてるかな、はい、続いてはこちらです。ああ、東京にある山崎パン武蔵野工場から来ました、おはサンド推進委員会の中川です。今日も簡単朝ごはん、おはサンドをみんなに紹介しちゃいますよ。イエーイ。なんか長野さん聞くところによると、なんか子供の頃おはスター見ててくれたそうで。はい、毎朝見てました。ありがとうございます。山さん、生山ちゃんを見てどうですか。生山ちゃんなんか意外と普通だなって思ってました。ちょっと長野さん、なんですか意外と普通だなってのは。いい音して、髪の毛切ったんですよ。どうもすいません、どうもよろしくお願いします。嬉しいです。でもね、見ててくれたね、長野さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、中川さん、今日のおはサンドは何ですか。はい、今日は梨のシャキグワサンドです。秋の味覚の一つ、梨を使っちゃいますよ。梨は昔から薬として使われたぐらい、とっても体にいい食べ物なんですよ。用意する材料は梨、6枚切りの食パン、ハム、チーズ、レタス、マヨネーズです。あの食パンに梨ってすっごい不思議な組み合わせだと思うんですけど、合うんですかね。確かにこの梨、このそのままでしか食べたことないですよね。大丈夫です。これがびっくりするぐらい美味しいんですよ。あ、そうですか。じゃあ早速作ってみましょう。ちょっと待って、小春ちゃん、このコーナー初めてだよね。任せてください。料理とかそういうのどうなの、小春ちゃん的には。できますよ。だって小春の得意料理は梅干しなんです。ちょっと待って、梅干し得意料理っておかしくないですか。作ってるんです。作るの、梅干しを作るんですよ。それは大したもんだけど、料理っていうかどうか。まあ、じゃあ頑張ってください。お願いします。はい、はい、じゃあ中川さん、はい、お願いします。では早速作っていきましょう、はい、では細かく刻んだハム、はい、チーズ、梨をボウルに入れましょう。梨もこんなちっちゃく切っちゃうのね、はい、あ、細かく、あ、ハムね、それからチーズ、はい、ね、ほんと細かく、ちっちゃい。何やって、小春ちゃん、ちょっと中川さん言ってあげて。小春ちゃん、つまみ食い食べるじゃないよ、つまみ食いやめなさい。ちゃんとやってください。ほら、2、3個もできましたよ。中川さんも次いきますよ。次いってください。ボウルにマヨネーズを入れ、よく混ぜましょう。はい、入れます。はい、よし、よいしょ。はい、入れました。だしにマヨネーズ、よく混ぜましょう。だしにマヨネーズ、ちゃんと混ぜて。だしにマヨネーズ合うんだ。確かに。はい、混ぜた。はい、続いては、では次は食パンを用意します。ラップの上に食パンを乗せ、レタスを敷き、混ぜた具を乗せましょう。はい、ね、食パン、いいよ、食パン、ね、美味しそう。そのまんまでもレタス、はい、ね、その上に先ほど混ぜたやつですね。梨、チーズ、ハム、はい、面白い、うん、できました。はい、はい、できました、はい、最後に巻いて切って出来上がりです。はい、はい、ラップで巻いて、はい、巻いてくるくる、くる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 く
きます。切ります。いきます。よいしょ。はい、お、はい、できました。とても上手にできました。とても上手にできましたね。今日は旬の梨を使った梨のシャキフワサンドをご紹介しました。みんなもぜひ作ってみてください。はい、イエーイ、できた。コカロもできました。コカロもできた。はい、コカロはですね、特製の旗つけました。よろしくチューズ。よろしくチューズ。じゃあみんなでいただきましょう。せーの、いただきまーす。おいしそう。はい、しそう。梨、梨が入ってるって。おいしい。食パンと梨のシャキシャキ感があってて、すごいおいしいです。マヨネーズとも合いますね。コアラちゃんどう？梨の運動会やあ、なるほどね。シャキシャキだから、ほら、シャキッと動こうみたいな。甘みがあってね、とってもおいしいし、ほんと食感が素晴らしい。ふんわりとシャキシャキで、おいしい。中川さん、素晴らしい。はい、ありがとうございます。今日紹介した梨のシャキグワサンドは主食、副食、主菜、牛乳、乳製品、果物、すべての食材を使っているので、とてもバランスがいいんです。おいしい。はい、朝は一日の始まりです。しっかり朝ごはんを食べて元気に投稿しましょう。中川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。いやー、秋って本当美味しいな。秋の味覚がね、美味しいってことだよね。あれあれ、もしかして食欲の秋。秋ってついつい食べ過ぎちゃうよね。昨日なんかラーメン、カレー、ハンバーグも食べちゃった。あー、どうしよう、太っちゃう。もうリサコのバカバカバカ。そうだ、走ればいいんだ。走ってこの美貌保つのよ。よし、待った待った。なんだこれ。なんだか走ったらお腹空いてきちゃった。そうだ、みんなで焼肉を食べに行こう。じゃんじゃん。ちょっとあのだんだん大掛かりになってますけど。やばいっしょ。デペンが盛り上がってます。はい、ね、チョリーチョリー。続いてはおはみゅスクールランキング。さあ、今日の学校はですね、神奈川県横浜市立の新石川小学校でございます。外国の講師による授業や留学生との交流を通じて異文化コミュニケーションの大切さを学んでいるそうですよ。さあ、今回はそんな新石川小4年生6年生のランキング、いってみよう。第3位、カントリーロード。寂しい時や悲しい時に強くなろうと思える曲だから大好きです。ふるさとのことや思い出のことが入っていて、懐かしさを感じる曲なので選びました。第2位、コスモス。歌っていると宇宙にいるような感じになるので、この曲が大好きです。みんなの心が一つになるような曲なので好きです。なるほど。そして第1位、世界が一つになるまで。辛い時一人きりで涙をこらえないで、一つ一つ別々の国だけど歌っていると本当に世界が一つになるような気がするから、この歌が好きです。世界が一つになるまでずっと手をつないでいようという歌詞が本当になったらいいことだと思います。世界中の人たちと協力して生きていこうという思いが溢れている曲だからだと思います。本当になるから。いやー、ね、素晴らしい歌声でした。いい歌声後半。あー、出た。じゃあチアで応援しちゃいます。よっしゃー。
りましょう。続いて、おお、ちゃん、なんか、あ、出た、また、ももちゃん。大魔王のももちゃん、また遊びに来たのだ。ももちゃん、もういや、もう毎回ビリ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 させられて、もういかがにして。大人げないこと言わないでくださいよ。そういう問題じゃないで、ビリビリ嫌だもん。ももちゃん、この間地球で見たあれが気に入ったから、今すぐ持ってきてほしいんだ。出たよ、またあれ。何、ももちゃん、あれって何、あれって教えて。あれは、トゲトゲしていて、美味しいやつなのだ。え、で、それだけ？それだけなのだ。あんなトゲトゲして美味しいやつって、いくつかあるよ。あれ、もしかしてこの季節にあるあれ、あれか。どうしてもももちゃん、あれが欲しいのだ。無理無理無理。ほら、小さい子供がどうしてもって言ってるんだから、もう山ちゃんもさっさと行ってきてください。えー、嘘、そんなもんないでしょ。あ、もう春も分かった。トゲトゲしてて美味しいやつだよね。そうなのだ。じゃあ、りさこちゃん、この面もよろしくね。わかりました。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。二人とも、ももちゃんここで待ってるのだ。トゲトゲしてて美味しいやつ、みんな分かったかな。ちょっとそんなんでさ、毎回もうわがまま言い過ぎだよ。無茶なんだよ、その。だってトゲトゲで美味しいやつ、そんなもん都合よくある。ああ、都合よくあった、これじゃねえの。しょうがない、これ。あ、痛い。リサ君、まだなのか。ちょっと、あ、ちょっと待ってて、山ちゃん、もう山ちゃん、早く。早くったって、今すねだからさ、これ。あ、痛い。本当に痛い。無理。持ってけ。ちょっとなんか先週みたいだね。では、リサ君、これを読むのだ。ももちゃんと地球を守るための代表者に選ばれた高校生、夢による地球、滅亡へのカウントダウン、リボンマスコットコミックス、ももは第1巻、2巻が登場中です。寺へ。え、ももちゃん、山寺のおかげでとっても楽しかったのだ。あれ、ももちゃん、本当にいい子。うん。え、ももちゃんから最後にプレゼントがあるのだ。そうなの、なんだろう。これを受け取れ。だってなんだろう。あ、ありがとう。ちょっと外の様子見てみましょう。はい、はい、このような感じになって、あ、出ないかな。外、あ、結構ね、今ね、雨降ってるかどうかちょっとここから分かりませんけれどもね、朝と夜ね、そうですね、というお天気になってしまっております。はい、はい、以上お天気でした。続いては、はい、朝ポスタープロジェクト。はい、応募してくれた全ての学校にこちらのおはスタオリジナルポスターをプレゼントしちゃいます。はい、今一番応募が多いのは、神奈川県なんですけど、はい、番東京が埼玉をちょっと話しました。2位の東京がね、はい、そうなんです。2位と3位でデッドヒートだったんですけど、そうなんですよ。東京が1位に迫ってるということですね。はい、みんなの県はどうかな、どしどし応募しよう。はい、ね、うちの学校にも入りたいよという場合はですね、はい、おはスタのホームページのチェックして学校の先生と相談して、は
はい、応募していただきたいと思います。はい、そして、うん、ポスターが届いたという学校はどんな目標を書いて、はい、どんなところに貼ったのかを教えてください、うん、待ってます。待ってます。そして今週のプレゼント、自分だけのメニューで楽しくエクササイズ、ウィーフィットプラスバランスウィーボードセットを3名様にプレゼント。宛先はこちら、番組の感想やイラストなどを添えてどんどん送ってください。待ってます。はい、じゃあリサコちゃん、このサボテンくんを使ってボケてください。どっからサボテン持ってきたの。サボテン秋にありました。なんでサボテン、ちょっと重いので気をつけてください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ゴーヤ、ヤマちゃん、サボテンじゃないよお前。はい、続いては時間割り占い。はい、そうです。はい、今日は福岡県の北九州市立江ノ A の丸西小学校5年生の時間割りです。時間割り占いスタートしてます。あ、スタート、もうスタートしました。これじゃ入門スタートしちゃったね。はい、大きく考えて水色の算数です。あ、算数来るでしょうか。あ、ピンが来てる、ピンが来てる。でもこっち側からこっち止まっちゃったってことは、さあ今日の超ラッキーは国語。はい、国語だった、みんなおめでとう。さて明日の発作はこちらです。理科の実験で〇〇が抜けなくなったことある、ない。はい、はい、明日は別件さんので、理科、テーマは理科です、あるあるの。あ、あるあるのテーマね。はい、はい、理科。そうですね、小春はですね、理科で、なんか朝顔の葉を包んだことありますよ。朝顔の葉を包む、アルミホイルで包むんですよ。それでどうすんの、あ、その実験でな、もう違うんだ。